みなさんこんにちは不器用女子のてんてんみみです今日ご紹介するのはこちらのすごく簡単に折れる富士山の折り方ですお正月ですのでぜひ皆さん富士山折ってみてくださいでは準備していただくのは1 5 c m × 1 5ンチの普通の折り紙ですまず三角形に折ります 一枚を取って下に折っていきますここまで皆さんできましたでしょうか真ん中に合わせてもう一度折っていきます一度開いてこの線と今折ってある真ん中の線に合わせてこのように折ります 線に合わせて折っていきます今折ったこの折れ線を反対側に折っていきます最後にこの三角形の部分を上に折り上げますあとは富士山の山の上がとんがっていると富士山っぽくないので後ろに 1>, 1枚、このように折っていきます。しっかりと折れ目をつけます。はい、これで富士山の完成です。1分で折れますので、すごく簡単ですよね。ぜひ、富士山縁起がいい折り物ですので、皆さん、折ってみてください。私のチャンネルの中では、他にもたくさん簡単に折れる折り紙を紹介していますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。 みみでした。